ディオンヌ・ワーウィックはアメリカのアフロアメリカンのポップス歌手。九首の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第79位。バートバカラック作品を多数歌唱したシンガーである。また、ワーウィックの母方のおばがシシー・ヒューストン。姉妹は共に R&B シンガーのディディ・ワーウィック、ジュディ・クレイ。オペラ歌手のレオンタイン・プライスが 母方のいとこと、親族に歌手が多い。ニュージャージー州イーストオレンジ出身。ハートフォード音楽大学において、主専攻で音楽教育、副専攻でピアノを専攻する。ニューヨークのレコーディングスタジオでバックコーラスやデモ歌手をしている時に作曲家のバカラックと出会い、大学卒業後に歌手として本格的に活動を始め、1963年にデビュー。 63年の Any One ハッ o h ハート h e a r t はビルボード8位まで上昇し、彼女にとって最初のトップ10ヒットになった。1964年に Walk On By のヒットで脚光を浴び、1967年にあなたに祈りを込めてのヒットを放ってからは、三補生への道、恋よ、さようならなど、スタンダードとして親しまれているバカラックハルデビット作品で多くのヒットを放った。 1974年にスピナーズとの共演で愛の巡り合いがナンバーワンになったがその後の数年間はスランプ状態に陥ったしかし1979年にバリー・マニローのプロデュースによる涙の分かれ道が久々のヒット曲となりグラミー賞を受賞1980年代に入ると1982年に バリー・ギブ制作によるハートブレイカーがヒット、同曲を収録したアルバムハートブレイカーはノルウェーのアルバムチャートで10週連続1位を獲得した。1985年には USAFO アフリカの w ィ e r e the World に参加するなどの活躍を見せる。1986年にはバカラックキャロル・ベイやセイガーのライティングコンビによるグラディス・ナイト・エルトン・ジョン。 スティービー・ワンダーとの共演作、愛のハーモニーをヒットさせた。2006年、自身のヒット曲をカバーした CD、マイ・フレンズ・アンド・ミー・バート・バカラックへの思いを発売。グロリア・エステファン、グラディス・ナイト、オリビア・ニュートン・ジョン、シンディ・ローパーらと共演した。2008年、ゴスペル集、ホワイ・ウィー・シングを発売。ゲストは、妹の DD、他ベベ・ワイナンス等。 ゴスペル州は1969年のソウルフルについで二度目である。2013年3月21日、ニュージャージー州の破産裁判所に自己破産を申請。負債総額は1070万ドル余り。1993年3月28日、歌でエイズ撲滅を訴えようを西条秀樹の呼びかけでストップエイズコンサートが横浜文化体育館で行われた。 総合プロデュースは、最上本人である。国内アーティストでは、寺田恵子、モンタ、吉シノリ、ヨシモら総勢26人が参加した。ステージには、急遽、ディオン・ヌ・ワーウィックも駆けつけ、日米アーティストの熱いメッセージを届けた。イメージソングは、野口五郎作曲の、ラブソングを永遠にオラストに客席と合唱した。セプター・ワーナー・ブラザース A ・ ABC。 アリスタリバーノース DMI コンコードライノ MPCA h i ミュージック、ブルーホライゾンベンチャーブライトミュージックありがとうございます。